ゴーストはなんか金がねえやつが貼るやつらしいなんで。いやいやいや、そんなことないです。僕お金ないですね。さあ、ゾエさんこんにちは。ということでね、今日の車は皆さん見たことあると思うんですけど、ファーストクラスでカスタムしてた車です。でね、これ買ってもらってる車なんで、まあ、カスタムした内容とかね、まあ、元々の仕様も違うと思うんで、ちょっと紹介したいと思います。ということで、オーナーさんどうぞ。あ、初めまして。初めまして。初めまして。違うやん。なんで初めましてなの、大輝ちゃん。はい、大輝ちゃんと言います。はい、よろしくお願いします。はい、ってか初めて買った車じゃないね。いや、2代目ポロがあったっす。あ、そうだそうだ、オベちゃんが乗ってたポロ買ってたわ。そうっす。で、むちゃくちゃな運転するからね、彼ほんといかんわ。いや、え、そんなことはしてない。あれ早かった？あれ早かったっす。こっちより早いでしょ。マジで。こっちより全然早いっす。そう、ポロのね、あれね、GTI か。 GTI っす。ポロ GTI のマニュアルから1シリーズに乗り換えたんですけども、はい、こんな感じでね、まあ1シリーズ買ってくれて、なおかつカスタムしたんだよね。はい、ってことで、じゃあちょっと車の紹介していこうか。はい、何ね、この車言ってよ。大輝ちゃん間が空くもん。なんか BMW の 140i です。はい、え、ちょっと今県外だった。何何何、 140i です。 LCI 違くない？140i、はい、盛りすぎじゃない？ちょっと嘘ですよ、はい、皆さん何これ。118の盛りすぎじゃない M140i はやばいよ。あれあれやばいです。あれ欲しかったっす。はい、118のガソリン、ガソリンっすですね。はい、ガソリン車なんですよこっちの車で。俺の人参のやつはディーゼル。あっちの方は下の走るでしょ、ディーゼルのが。 あっちの方は下の登録はめっちゃあったっす。あるだけど、今みたいなことマフラーできないよ。できないです。そうだから、音出すんだったらガソリン車買うことをお勧めします。はい、でも走りはディーゼル。ディーゼルっす。なんか3リッターぐらいの走りシーン、あれ。そうっすね、ふわーいくよね。はい、なんでね、ちょっとガソリン車なんですけど、周りのお友達どう、なんか評判とか。あー、悪いっすね。悪いの？何、なんて言われるの？色がダサいと。色がダサい。周り何乗ってんの？そうだ、そのダサいとか言ってる彼らは。プリウスプリウス。そうっす。まあ大体プリウス。そうっす、大体金持ちになってきたら白のアルファードとか典型的なパターンだな。そうっす。で、みんな電光とかで、なんかゾロ目ナンバーとか。あ、電光ナンバー。そうっす。で、色は白か黒のプリウスとかアルファードっす。オセロプリウス。そうっす。 で大体絶対定番なんがモデリスト組んでるんですよ。あ、もうよくいるさ、典型的なパターンや。そうっす。で、イケイケな運転手でしょ。そう全国共通ですね、これは。でも悪いとは言ってないですよ。悪いとは言ってないけど、まあ、そのが多いってこと。多いです。で、その中に1シリーズ。そう。どんな反応されるの？なんか、なんていうんですか、色がなんか周りと合ってないとか。周りと合ってないって、なんで俺が周りに合わせなきゃんのだっつってね。そう間違いです。そうなんですね。はい、じゃあこの車何がカスタムしてある？グリルですね。これ何？元からのカーボングリル。カーボングリルです。最初から？最初からです。しかもリップスポイラーもついてる。最初からですけど。最初からですけどこれ最初からだもんね。そうっす。でもなんかね、最初俺が探したんだけど、業販サイトでね見たの、結構これが一番かっこよかった、その時は。そうですね。そう、後からつけようと思うとさ、またお金かかっちゃうから、まあこれついてるの買って、まあ、カスタムすればね、いいかなっていう、そう感じなんですよ。ね、このガラス綺麗だね。純正オプションです。純正オプションじゃない、これコートテクトです。騙されちゃいかんよ。大輝ちゃんがね、ゴーストなんか安っちいもん貼れんつって、ゴーストアンチだからいや、アンチじゃないです。ゴーストはなんか金がねえやつが貼るやつらしいなんで。いやいやいや、そんなことないです。僕お金ないですもん。あ、そうなの？そうっす。俺金余裕があるからガラス入れだったわって。いやいやいや違うっす。違う。違うっす。あ、違うの。だってゴーストの方が安いよ。安いですね。ガラス高いよ。あ、これ確かね、このガラスね、1だと15万ぐらいする。確か。で、あと工賃かかる。
そう、輸入車はもっと安いんだ。あそう、まあゴーストなんかね、安いの貼ってないで、いやいやガラス変えろと。え、言っとったやん、なんかさっき言ってないっすよ、言ってないっすよ。あ、ここだけの内緒あったらさっき、ごめんごめん。いやいや、内緒でもなんでもないっす、元から言ってないっすよ、はい、まあ、1乗ってみてどう？めっちゃいいっす。いい？乗りやすくない？乗りやすいっす。でも3のがちょっとでかいよ。次は M140 だね、目指せ。まあそうっすね。じゃあこの次にわざわざ1買う？またもう1個、もう1個来たじゃん。いやもう4ぐらい乗りたいっす。4いく？4か5か。 4はもう3と変わらんやん。あ、じゃあこれ5シリーズいく。次、はい。BM の良さなんか分かる？これで。いや分かるっすよ。何が分かった？これなんかまずハンドリングは全然違うのと、ハンドリングがいいと、なんかブレーキ性能がめっちゃいい。ブレーキ性能がいいと、まあ加速はでも排気量がちっちゃいから、まあ、そんなあれだよね。そんな大したことない。ただ走る、曲がる、止まるの根本性能はいいよね。めっちゃいいっす。これ乗った後に国産のさ、ちょっとなんか面白くなくない？いや面白くないのと、なんかめっちゃ怖いっす、曲がるときは怖いっす。あ、分かる。これさ、まあ、あのぶっちゃけ何キロ出したこれ？2、サーキットで。いや、サーキットです。200ちょいぐらい。そうです。楽勝？楽勝です。あ、でもなんかホイール変えてから重くなった。ブレるっすね。それはそれはね。車に対してちょっとホイールがでけえからなこれ。そうです。なるほどなるほど。なんでもそんな飛ばしてないです、ほんまに。オッケーオッケー。サーキットでは。さ、こ、滋賀だよね。滋賀っす。ってことは、名神アウトバーン。まあそうですね。新名神アウトバーン。とか、あの伊勢も伊勢ワンカウントバン。そうですね。ダメだこりゃ。はい、でこちらは LCI。 LCI です。みんなが使いたがりの LCI。 なんで BMW って LCI って言うんだろうね。分かんないですけどね、はい、普通はベンツとかないっすよね。ない。後期のことを BMW LCI って言うんだけど、俺はあえて使えるのにしてんのがなんかどやってるみたいで嫌だから。あなんかで俺がなんかね、なんだかな、なんかキャスかなんかで、ツイキャスかなんかで言ったら、みんなが LCI LCI とか、もう日本車まで自分の車 LCI とか言って、ね、ただの後期やっつってね。そんなことがあってね。まあでも顔がさ、ちょっとかっこよくなったよね。そうっす。なんか前期の位置はなんかこう、なんか垂れ目っていうか、三角ヘッドライトじゃない。そうっすね。なんかで丸のイカリングだった。あ、違ったかな。丸のイカリングですね。イカリングついてた？ついてるやつもあったっすね。ちょっとあやふやで、一応これは、あ、でもこれのヘッドライトオプションだよこれ。あ、そうですよね。デイライト、そう、このイカリングつくタイプ LED ライトだよねこれ。 LED ライトはオプションなんですよ。これがなんかライトパッケージでなんかあって、それつけないとつかないです。普通の丸いプロジェクターで、イカリングもなかったくない？イカリングもないと思う。ないよね。変ななんか本当にあるんですよ、そのめっちゃしょぼかったっす。しょぼいでしょ。がついてオプションつけるとこれで、1シリーズもそうだけどさ、 BM 全般買うときに注意しなきゃいけないのがオプション。オプションっすよね。で僕これあれついてないですもん、あのハンドルの、あ、コンフォートアクセス。コンフォートアクセス、そう、コンフォートアクセスも 別だし、あと2ゾーンエアコン、そうね、独立エアコン、あれもオプションでしょ。ないでしょこれ。でもっと言うと、上のルームランプのマップランプがあるやつ、 あれもオプション。オプションっすよ。やばくない？なんか全部オプション。なんならナビもオプションっすよね。そう、あ、ナビ、あ、ナビオプション。そうっすよね。そう、これはね、そうなんですよ。なんか本当にね、なんかポルシェとかと一緒で、買うときに自分が好きなものをどんどんオプションでつけないと、なんか完成しない車なの。そうっすね。だから安く買えるけど、結局全部つけたら高なるってね。でも7シリーズとかはもう元からついちゃってるから、その違いかな。だから本当のベースグレード買っちゃうと何にもないですよね。だってこれなかったらもう何にもオプションない車じゃん。そうですね。じゃない？あれもそうじゃない？クルコン。あ、クルコンもそうですね。クルコンもオプションだし、だパワーシートもオプションの。俺のあったけどこれないよね。ないっす。そう、だパワーシートももう全部オプションね。ひどいもんだよね。ひどいっす。ただね、まあこれはただ これついてたから、これなかったら結構ちょっと痛いね。痛いっす。そう、まだこれだけじゃない、オプション他なんかあった？特にはないっすかね。まあ外出でもこのぐらいだよね。そうですね、はい。まあこんな感じでね、フロント周りはまあ結構かっこよくて低くなったんで、はい、じゃあ横から、横だよね、まずやったの。 横、はい、横からじゃあ見ていきましょう。さあ、何が変わったでしょう？ホイールです。そう、なんかこれコメント書かれてん、前のホイールがかっこいい。ああ、そうですね。絶対ないあれ、それは好みの問題ないっていうか、まあ、好みっすけどね。俺こっちだもん。てか絶対的にこっちの方が高そうだもんって考えて。じゃあ前のもかっこよかったよ。あれかっこよかった。あれはあれで、なんか本当にだったらあのままでいいかなって感じ。そうです。車高も下げずに、あのゴム見えてるぐらいで、そう、あのスポーツっぽい感じよね。あれはどちらかというとそういう感じ、走りに振ったような感じの仕上がりで、
で、こっちはどっちかというとドレスアップ。そうですね、スタンス系とかそういう感じ。そういう感じでイメージしてやったから、ちょっと雰囲気が違うかも。だから好み出るかもね。そうですね。スポーツ系が良ければ前の方だし。はい。ってことで、このホイール何でしょう？レオンハルトガイストです。お、レオンハルトのガイスト。で、しかもオーダーです。ね、ちゃんとオーダーで。めっちゃ待ったっす。めっちゃ待ったっす。長かったね。そう、あの、別に、なんだろう、よく定番サイズ買ってもよかったんだけど、それじゃあさ意味ないじゃん。そうっすね。なんかこの後ろの面も全然、そうスペース合わせなあかんから。そうっす。ってことでね、このガイスト、これカラーとオプションだったっけ？これオプションっすね。オプションカラー入れて、でピアスボルトを黒にしたんだよね。そうっすね。はい。でこんな感じで、要は周りのこの黒に合わせてピアスボルト黒にしようかっていう。ファーストクラスにさ、これと同じさ、オプションのやつがあったんだよ、たまたま。ああ、そうっす。で、これを借り合わせしたら、めっちゃかっこいいじゃんって。最初なんかもう一個違うレオンハルトのやつ。あったね。あれ、なんだったっけ、もう一個。なんか忘れたんですけど、こんなデザインのやつで、もうちょっとなんか、こう。あったね。そうっすな。でもこっちがちょっとよかったよね。でもね、皆さん、レオンハルトって結構高いんですよ。オーダーすると大体36万ぐらいするんで、このサイズだと。そうっすね。高いよね。20インチとかになってくるともうちょっと高いかも。そう。割と高いんで、皆さんあんまり買わないかもしれない。ね。で、一応2ピース3ピースあ、3ピース知ってるって知ってるかなと思ってテストしたんだ今にわかって言われるマジで。そう、3ピースだ、3ピース。はい、3ピースです。いかなんかさ、いかんね、なんか2ピースっていう概念になっちゃってる。あ、なんだろうね。はい、3ピースでした。はい、ごめんなさいすいませんでしたはい、で、まあホイールこんな感じでぴったり合わせてやって、で、車高調なんでしょう。BC レーシング、正解。 BC レーシングの車庫帳で下げてる。で、 BC レーシングの車庫帳はちょっと樽型チックのバネなの。知ってる？分かんないですけど、普通直巻きやんこういう、はい、で、ちょっと樽型チックになってるから乗り心地がちょっといい方なんだよね、これ。だってこれ下げても全然乗り心地いいです。いいでしょ。で、しかもこの BC レーシングの車庫帳って単造なんです。してた？結構お高い車庫帳なのよ。まあ、お高いってまあ 20万ぐらいかな。22、3万で買える車庫帳なんですけど、高いわな、普通に考えたら。そうです。でもそれはついてたんで買ったんですよね。そう、ラルグスとかブリッツだと8万9万ぐらいじゃない。ああ、多分倍ぐらいする車庫帳です。てか、まあドイツ車の結構使う車庫帳高いの多いよね。あのカーベイもそうじゃん、うん、ああそうです、ね、20万30万するじゃんね。だからなかなかそもそもつける人いないんじゃないですか。少ないです。少ない。で、本当のドイツメーカーとかのそういうレーシングメーカーだとさ、なんだっけ、カーベイとか、あとなんだっけ、もうこうあったじゃん、忘れたあるんだけど、だいたいさ、あれじゃない、フルタップじゃないじゃん。あ、ネジ式あれってなんか向こうの車検でダメらしいね、フルタップは。へー。だからネジ式でできてんだって。ポロもそうじゃない、ネジ式車庫じゃん。あ、そうですね。でも乗り心地よくないの。いや、悪かったっす。悪かった？あれは悪かったっす。あ、俺は悪かったわ。あ、そうだね。いや、オベちゃん変えてくれやったんですけど悪かったっす。あれ悪かった？まだそんな、あ、あれ違う、下げてるかじゃない。ああ、そうっす。あの、ネジ式下げれば下げると悪くなるからね。そうですね。あれ標準車だとそんな悪くないと思う。あれも垂れ方だから。はい、こんな感じでね、横。これってさ、あれ M スポ？ M スポっす。あ、M スポか。 M スポじゃないとここ黒じゃない？あ、じゃあこれゴムか。これゴムっす。あ、じゃあこれは関係ないね、どれかっても。そうっすね。 M スポはバンパーと黒内装のルー。でもさ、待って、これピラーこんなさ、俺の光沢なかったよ。え？いや、絶対あったっすよ。え、こんなんだった？こんなんやったっす。あの、なんか樹脂みたいなカサカサのやつじゃなかった？いや、違うっす。これ絶対これっす。嘘？こんなんだっけ？やったと思うっすよ。 M スポだからこれかなと思ったんだけど。一緒？一緒やと思うっすよ。そうやん。ほんと？しかもツラもそれ、そ、当たらないもんね、それで。ギリギリかわしたっす。当たってるか当たってないか よくわからんぐらい。そうっす。でもたまにあの、シャッて言うようです、ね、シャッて言う。じゃあ、かろうじて当たってる。そうっす。でもインナーなんで。あ、まあね、タイヤでしょ。そうっす。あとこの車ね、なんちゃってハーマンカードンつけた。そうっす、なんちゃってハーマンカードンっす。ちょっと見た目よくなったでしょ。そうっす、見た目よくなった、ね、あの、ピラー越しのツイッターなんだけど、それあの、純正部品でね、ハーマンカードンのスピーカー買えるんですよ。高いね、あれ。よ、グラッタ3万7000円。4万ぐらい。ツイッター3万7000ですよ。ふざけとらん。何ツイッター3万7000って、ケンウッドのハイレゾスピーカーより高いやん。ね。そうです。だったから、フルでやったら多分めちゃ金かかるよ。多分20、30万。さすがハーマンカードン。ね。まあ、ちゃっかりハーマンカードン仕様にして。そう。これ、車高の高さどう？いいぐらいですよ。大丈夫？普段の。まだ立中入ったことないですけど、全然普段乗りではいけるっす。コンビニ入れる？斜めに行けば。まあでもさ、ビームって割と1でも下フラットだからさ、そう、下はすらんでしょ。そうす。バンパーじゃない、怖い。あれもマフラー吸ってるっすよ。マフラー吸ってる？だって吸ったの、これ
吸ったスマフラー。そう、飛び出てるからじゃなくて。いや、この下っす。嘘、下タイプないよ。あの、避けたつもりの段差が引っかかってシャーンって言うやつ。そうっす。え、嘘やん。だってあの、見たら分かるっすけど、マフラーの方が、そうっす、下っす。あ、そうなの。そりゃいかんな、そりゃいかんな。落とさないでね。あ、まあ溶接してるからよっぽど落ちんと思うけど。ああ。はい、こんな感じでね。どう、気に入ってる？めっちゃ気に入ってるっすよ。なんか、ハッチバックだとさ、後ろ狭くない？人乗る？狭いっすね。フル乗車する？しないっす。しない？基本、2人ぐらいっすね、乗っても。ね、1シリーズってさ、おすすめできん、なんかあの、輸入車入門に。ああ、全然できるっすね。あの、ちょっと、なんだろう、輸入車で、コンパクトもう、これ勉強になるっすよ。勉強になる？そうっす、あの、壊れたら勉強になるっす。あ、入門で。壊れたら勉強になる。ただ、1でも壊れると、高いっす。 BMW だから高い。ミッション100万とか。あ、そう、ミッション100万する。これもで、そこのなんかこれアイドライブがね、これモニターね、アンドロイドナビつけたんだけど、純正画面が50万。画面50万ですよ。やばくない？やばいっす。えってなって、だからあの1シリーズだの、なんだっけ、あれ、浮き気泡。あ、そうっす、気泡めっちゃ入って、なんかもうなんか、なんていうの、液晶のパネルと中の液晶の間にフィルム貼ってんのかっていうぐらい、そうブツブツブツって気泡が入るんだよね。結構なってるのが多くて、でそれを直そうと思ってディーラー持ってくと50万円かかるんですよ。モニターがだよ。アンドロイドナビだと、まあどうだろう、6万円から8万円ぐらいの間ぐらいで、まあサイズで変わるから。これ結構でかいつけだね。そう、これ見てから普通のやつ見るとさ、めっちゃしょぼいです。しょぼいよね。ほんまにしょぼいです。こんな感じでね、まあいろいろちょこちょこやってあるので、で、まあ横はホイール変えただけだね、今回。そうと、面合わせと車高下げたのと、でね、リアもやったんで、ちょっとまあ顔は何もやってない。とりあえず横と、そうです、後ろです。横と後ろね、やったんで、じゃあ後ろから見ていきましょう。さあ、リアです。わかった、どこがするか。わかった。わかったですか。センターから来てさ、こう Y になってるのかな。あ、そうっす。そこがあそこが低いね。そうなんですよ。あ、まあでもそもそもだってこの車片側出しだから、マフラー。そうなんです。そう、片側出しマフラーを無理やりこう持ってきたから、持ってきてるんで、ちょっとしょうがないとこあるよね。そうで、ちょっと後ろ見てパッと気づくか分かんないんですけど、なんか違うね。あ、違うっす。まずそもそものデザインが、そうっす、もうここ一体全部バンパー。そう、バンパーをこれ純、あの純正から、最初は M スポバンパーだね。そうそう、それの M スポバンパー。M2 ルックバンパーそうですにするために、あ、要はマフラーをこれ今左右出しなんですけど、これをするために M2 ルックバンパーをわざわざつけて。そう、最初はさ、あの、まあ、純正カットでもいいかなと思ったけどさ、いや、あれやと汚くなる。そう、切っちゃうと、要は、なんていうの、切り口がペラペラになるじゃん。要はこの内側に巻かなくなるじゃん。あ、そうですね。そう、それがちょっと微妙だよねって話で、じゃあもう M2 ルックバンパーをつけましょうって話でこれをつけたわけですよ。で、この4本出しをしたっていう。そうっす。そうで、マフラーはもちろんワンオフ。ワンオフマフラーです。金持ってんね。持ってないっす。ほんまに持ってないっす。金持ってんね。いや、金持ってたら7シリーズ買ってるっすよ。7とか5とか買ってるっす。いやなかなかみんなマフラーって作らないよ。作らない、作るのもったいないから。なかったんすよ、マフラー。マフラーがなかった。あれないの、4本出しって。そうっす。ないのか。1シリーズとか3はあるかもしれないですけど、1は見たことないんですよ。片側出しあるでしょ。そうです。多分1はほんまに 140i とかあの辺じゃないと。でしかも輸入車のマフラーってバカ高い。そうです。高いよね。高いです。だからワンオフで作るのと変わらんぐらいするから、結局じゃあもう作った方がいいじゃん、ね、そうす。そしたらもうこのマフラーはここにしかないから。そうです、ね、1本もなんで。そうで M って書いたなんちゃって。そうです。 M 仕様のマフラーカッターをつけて、でなんかね、わがままだからこう斜めにこう出したいって。こうやって、そう、あの昔のあの黒の並んで、ね、そうっす、こう出したいって言うから、まっすぐだと。でもそれはそれでよくない？まあ、真面目しよう。いいですけど、でもなんかまっすぐだったら面白くないじゃないですか。まあ、ワンオフ感ないよね。そうなんですよ。なんかのマフラー流用したのかなみたいなね。こうやるとちょっとわかるかなっていう感じですね。まあ、ね、角度ちょっと甘かった？こんなもんでよかった？いや、別にこんなんで全然いいです。あの、さりげなくやった感じだよね。そうっすね。露骨にこうやっちゃうとなんか下品になっちゃうから。いや、僕最初そんな感じかなと思ったんですけど。あ、そうなの。あ、意外とこんな感じじゃないやって思って。よかった。なんかさ、見栄えは良くない、こっちのが。そうっす。あんまりこうなるとさ、俺の結構あっちゃ向いとったの、はい、結構なんかね、あーって感じあーって感じだから、まあ、どうだろう、1だったらこのぐらいがいいんじゃない。あ
感じいいね、やっぱマフラー4本だし。でもなんかいないじゃんね、あんまり。社長が言うにはあれですよね、バンパー塗装乗らなかったんですよね。あ、そう、このね、あ、エムニルクバンパーヤフオクで売ってるんですけど、これ気をつけてください、あの元が悪すぎる。そうで、これ2回塗り直してるんですよ。で、なんかなんて言うんだろう、純正できた時って黒の黒ゲルみたいなのが来るんですよ。で、その黒が飛ぶのよ。飛ぶんですよ。そうで、サフやって、で、あのマスキングとか貼った時に、あ、塗装貼ったらなんかピリピリピリってエア吹いたら飛んでたらしくてそのなんていうの、下地処理したその下が悪かったみたいな。そうです。そう、来た状態が悪かったみたいで、これ買う時はね、あのよく注意してください。注意してください。はい、ちょっとマフラーも切ってみようか。 OK です。太いな。太いっす。結構うるさいよ。で、たまにこれスポーツモードかなんかで、うん、あの発進したら、うーん、パーン、うーん、パーンって言うっす。言うの。これバブリングさせたいね。そうそう、めっちゃしたいんですよ。やればいいやん。でも高いですよね、6万ぐらいですよね。安いやん。いや、僕からしたら6万は高いですよ。パラ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 ってなんかぽくない？かっこいいです。いや、結構ありだと思う。今の時だってもうバブリングね、流行ってるし、ターボだし、ちょうどいいやん。はい、こんな感じでね、マフラー結構ずぶとい音だね、はい、どうしてもね、あの NA じゃないからターボ車だからちょっと音が軽くなるね、やっぱりね、わかる。そうです。 NA の方がさ、音が低くなるのよ、ドロドロ。もっとそう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 。で、ターボになるとやっぱり音が若干消耗されちゃう、タービンで。はい、こんな感じで、なかなかかっこいい。今日あれなんですよ、これ車洗ってる時に隣の人が、この車3リッターのエンジンって聞かれたんですよ。そう。でもこれ剥がそ、剥がそ、これ剥がしたりっすね。剥がそ、これ剥がしての張り替えてる。3リッターって言われたの？3リッターのエンジンって聞かれて、いや違いますって。なんでそう思ったんだろう。音が太いからかな。でも3リッターのエンジンもっと音甲高いっていうか、逆にね。そうっす。じゃあ音がでかいからそう思ったんじゃない。ああ、れ、これ M135 じゃねみたいな。そうっす。あ、じゃあ後期だと140か。140っす。前期が135か。あ、でも知らんと思うかも。でもこれ剥がしとこよ、もう。あ、剥がした方がいいっすね。剥がした方がいいよ、多分分かんないと思う。だって4本出しになってる時点で、ちょっと勘違いしそうだもんね。だって多分後ろから見たらほんまにパッと見分からんすからね、これなかったら。分かんないと思う。だってそもそも片側だから、あれ4本ついてるってなったらやばいじゃん、もう。それ面白そう。面白いです。あ、でひーちゃんに逆にこれ貼らせよ。あ、そうですね、うん、あれが M135? あれ135 M135 だから、ひーちゃんのやつにこの118、はい、貼らして交換するじゃん、エンブレム。あ、そうですね、交換すればいいですね。エンジンもついで交換しろ。あ、そうっすね。はい、てか、やで、低くなったな。低くなったっす。めっちゃ吹きやすいっすよ。これやばくない？めっちゃ吹きやすいっす。ねえ。ねえ、やっぱこの色かっこいいよ。全然いいっす。これブラックテールじゃん。いや、ありっすね、普通に。やばい車になるっすよね、これやったら。そうっす。あり。ってことで、じゃあ後編細かく見て、試乗インプレッションしていきましょう。お願いします。Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.